リアム・フィルスは、カナダ出身の男性元フィギュアスケート選手。弟のシェーン・フィルスもフィギュアスケート選手である。2014年ソチオリンピックカナダ代表。2016年カナダ選手権に。1999年にホッケーをはじめ、2001年にフィギュアスケートに転校した。2009から2010シーズン、カナダ選手権のジュニアクラスで優勝した。 2010から2011シーズン、ジュニアグランプリシリーズのジョン・カリー記念で、銅メダルを獲得。カナダ選手権はシニアに初参加して6位。世界ジュニア選手権では20位。2012から2013シーズンからは、シニアクラスへ移行こう。2013から2014シーズンのカナダ選手権は、初めて表彰台に乗り、ソチオリンピックへの出場を決めた。 2015から2016シーズン、カナダ選手権で銀メダルを獲得。4大陸選手権では13位。世界選手権の代表に決まっていたが、カナダ男子の出場枠を増やすために代表を辞退した。シーズン終了後、コーチをブルーノ・マルコットに変更した。2016から2017シーズン、2年ぶりにグランプリシリーズ出場。スケートカナダは9位。 カナダ選手権では、前年から順位を落とし7位と振るわず、世界選手権代表、4大陸選手権代表を逃した。2017から2018シーズン、シーズン初戦の US インターナショナルクラシックで SP、FS どもに自己ベストを大きく更新し、トータルも248.29と、自己ベストを40点近く更新し、3位に入った。ワルシャワ杯では、 SP、FS どもにジャンプにミスが続発したが、3位、表彰台に上がった。11月23日に欠場選手が出たため、スケートアメリカに出場が決まった。カナダ選手権では、SP の演技中にズボンを靴に固定するバンドが、外れた。バンドを外して、演技を再開するも、コンビネーションジャンプに失敗し9位と出遅れた。FS7 で、総合8位に順位を上げるも、 に大会連続のオリンピック代表とはならなかった。2018年5月14日、競技からの引退を発表した。ありがとうございます。